皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。暑い日が続いていますね。これからの時期、夏の楽しみといえばやっぱりプールで水遊びですね。市内3つのプールがプール開きの時期を迎えました。殿町の松阪公園プールと中部台の流水プールは7月1日から8月31日までオープンします。松阪公園プールは8月19日月曜日に児童水泳記録会が行われるため、一般の方は利用できませんのでご注意ください。そして飯高 B&G 海洋センタープールは7月20日から8月31日までオープンします。こちらは月曜日が休館です。プールではルールとマナーを守って楽しく安全に遊んでくださいね。それでは今回のラインナップです。地域の企業経営者や従業員が講師となるワクワクスクールが行われました。子どもの見守り活動を行うボランティアを対象にした研修会が開かれました。子育て一番情報、市内のお母さんが中心となって子ども向けのスイーツを作ろうというプロジェクトのメンバーが発表されました。7月15日月曜日に全国放送される NHK ドラマ永遠の西葉の見どころについて、松浦武四郎記念館の山本明学芸員に話を聞きました。市内の街並みや景色を紹介するコーナー、イコッカ、今回は中部台運動公園から伊沢地域までを紹介します。